Start your computations.陥るとてもね恍惚とする素晴らしいね、世界観、そういった、まあ、ルーブル美術館とコラボレーションでねミシェル・オスロ監督が作られた、アニメーションになります。はい、そちらとですね、ハーパーズ・バザーなどね有名な雑誌の写真を手掛けていらっしゃる、ソングライダーの、個展エキスビジョンをお届けしたいと思います。暦の上ではねもう秋に入りました。残りの夏もきらめく輝かしい日々になりますように、またね素晴らしいインスピレーションが降りてきますようにお祈りをしながらお届けしたいと思います。では行ってみましょう。 Hello everyone, welcome to my channel Lex Museum. It's a little still broadcasting from TokyoI'm glad to see you. Today's program is about an amazing, beautiful French movie. An expression of a soul legend who is very famous photographer in New York. It's so exciting. Have a chill and a special time. I hope you guys have a good inspiration from this movie. Also, let's get started. Please enjoy. Hi, こちらはですね独立モニュメントです。はい、なんかねスペーシーな感じの宇宙チックなね、モニュメントなんですけれども、これは和紙をちぎっています。なんでね独立モニュメント、もうちょっとね素敵なネーミングにしようと思ってるんですけれども、私たちの一人一人が、ね、地球上に生きる私たち一人一人が主人公、自分のね映画のスターで主人公だということでねそういったことに目覚めまして、自分のねアート活動というのは子供の頃から作るのは好きなんですけれども、自分に禁止して制限をかけてなかなかできなかったんですね。でやっと5年前か6年前かな、東京に引っ越してきて、そこから絵を始めました。はじめね絵の具を買うのもキャンバスを買うのも、もう毎回ね一個一個に対してすごくねあれが罪悪感が湧いてくるんですよね。で時間も結構すごい使ってしまって、気づいたらあっという間にね楽しいんですけれども、気づいたら罪悪感でいっぱいになって、こんなことしてて大丈夫だろうかっていうね不安が湧いてくるんですね。あとは自分をね人の役に立っていないといけない、人のね人をね気分を良くしたりとか癒したりとか元気になってもらわないといけない、人の役に立ってないといけないのに自分の好きなことなんかしてねわがままなんじゃないかっていうね、そういったね罪悪感との戦いで、自分に対して時間を使うことや好きなものを買って材料を買ってお金を使うことに対して一回一回にブロックがあって、ここまではいいけどここから先になるとちょっと高い画材とかになるとわがままになるんじゃないかと思ってですね、なかなか手が出なかったりね、そこでエイヤーという感じで飛び込んでやるというようなね、その少しずつ枠が広がっていく、自由になっていく感じが本当に嬉しかったし楽しかったです。で今もね、まあ、その最中なんですけれども、これはね紙粘土とか、これ発泡スチロールにボンドでね和紙を絵の具で染めて貼ってるんですね。こういったなんか子供の頃してたようなことね、子どもの頃はもちろん材料が限られていましたので、こんなにたくさんの、ね、絵の具や和紙をいっぱい買って大人買いしてねするなんてことはできなかったんですけれども、それでももっと子どもの頃はなんか自由に奔放にね思いつくままやりたいと思ったことをねしていたなというふうに思います。で、そういったことで心が自由になっていく独立記念ということでモニュメントを作っています。
あとはね、そう、人の役に立てない、社会の役に立っていない、役立たずでね、私社会不適合だったんですね。で、人こう飲食店とかバイトとかね行っても辞めさせられたりとか、あとそこでもう全然ね本当に仕事がびっくりするほどできなくって、何回説明を受けても理解ができなくって、で宇宙に飛んでるんですよね、後で気づいたんですけれども。ですごく悩んで職探しですね、職は転々としまして、本当80社以上バイトを転々としてるというですね、バイトとか派遣とかいろいろな方法がありますよね。空いたものに入ってはすぐにね辞めてしまうんですね。続かなかったり、クビになったりという感じで、である時ですね、面接に行ったらだんだん受からなくなっていったんですね。で、33歳ぐらいの時に、もういよいよなんか全然仕事がないなと思ってうろうろしていたら、占いのねバイトに誘っていただいて、でそれをもとにね仕事が始まって、その内面をね、20代の頃は海外とか日本中あちこちねいつも旅行してたんですけど、今度は内面の宇宙の旅に出るというようなね感じで、でまあでもね良かったです。本当に自分のことを知れて良かったなと思います。とお話しているうちに、あっという間にこの映画館に着いてしまいました。はい、この恵比寿ガーデンプレイスですね。こちらの私映画館があるのはなんとなく知ってたんですけれども、この、ね、レストランもめちゃくちゃおすすめです。そしてこの下にね、直に素敵なスーパーがたくさんあるのでよく来るんですけれども、ふとね見るとね、あらなんかこの中すごく素敵と思って、で映画もねめちゃくちゃ素敵な映画だったんです。このダリはね9月1日からあるようなので、ワクワクすごく今から楽しみなんですけれども、今回見たのはね、イニシエの王子と、3つの花というですね、なんか切り絵とか、なんていうんですかね、これ影絵みたいな感じの絵本の中にいるようなねアニメーションの映画を見まして、すごく良かったです。これはね、ルーブル美術館のとのコラボレーションで制作されたクシュ王国の若き王子の物語、ファラオという感じでね書いてあります。とっても素敵でした。はい、後でねパンフレットと一緒に見てみたいと思うんですが、このね映画館めちゃくちゃ素敵で、飾りとかもね、なんかちょっと海外に行ったような気分になる、パウダールーム、お化粧室も、なんか自分が女優さんになったような気持ちになってね、この画像で見るよりね中に入った方がこう照明の効果とかでとっても素敵な空間になっていましたので、ぜひねおすすめです。映画もマイナーなものばかりで、パンフレットもすごくおしゃれでしたので、持って帰っていろいろ持って帰ってきました。はい、ここでねカフェラテとかいろいろなものが飲むこと、コーヒーとか飲むことができます。はい、ここで映画までの時間、皆さん時間をされて時間を待たれて、ガラガラだったんですけど、もうすぐ前に、あとはね満員になって、夜はとても雰囲気のある感じでした。エジプトからフランス、オーベルニュ、トルコへ、古代中世18世紀のうっとりするような至福の旅。ルーブル美術館とのコラボレーションで制作されたクシュ王国の若き王子の物語、ファラオ。第2話、美しき野生児は父に反逆した中世の王子、千夜一夜物語に層を取ったイスタンブールが舞台の豪華絢爛な美味しい第3話、バラの王女と揚げ菓子の王子。勇気と知恵をもとに、糧に非暴力で自分の人生を逆転させていく3人の王子のエキゾチックな物語というふうにパンフレットに書かれています。はい、優しさに満たされる驚異的な美しさを持つ物語、おすすめです。
はい、こちらは動画を作っている方に良さそうな内容でした。番宣を見たらね、殺人鬼が包丁を持って、刃物を持って近づいてくるんですが、その後ね、廊下がパッと映って無音になるんですね。キャーという叫び声とかがなくて無音になることで、こう観客のね、見ている側の想像力をかきたてるというようなね、そういったことが、たくさんのテクニックがありました。これはもう眠れる森の美女、こちらはですね、衣装がすごくね、芸術品のようなイリュージョン、幻想的な美しい色合いのね、衣装で、これはなんかもう必見の価値、一見の価値があるなという感じのね、芸術的な映画のようでした。はい、番宣もね、すごく美しかったです。はい、そしてですね、あとはね、エリザベートですね。このエリザベートは、9.1 の、美貌をね、で見初められて王子様に、王子様に見初められて結婚するんですけれども、まあ、もう非常にね、宮廷の窮屈な生活に奔放の放浪の旅に出るというようなね、なんか面白そうな、実はですよね、面白そうな内容でした。あと、こんななんかアジアですかね、なんか見たことないような、なんかマイナーな映画が あれこれ合ってるようです。なんかね、新しい視点とか新しい刺激、カルチャーを取り入れるためにも、なんとなくね、ピンときたものとかフラッと行き当たったものを見るっていうのもね、面白いのかもしれないなというふうに思いました。はい、こちらは渋谷ヒカリエ9階で開催されているソウルライターというですね、写真家、写真を芸術の域まで高めたソウルライターの展覧会です。ちょうどね、黄金期のニューヨークを写し取ったスナップ写真がたくさんありました。斬新な、ね、構図で白黒でとても素敵でした。文化の新たな中心地として抽象表現主義など芸術の新潮流が次々と生まれたニューヨーク、この地でソウルライターは魅力的な若い芸術家たちの交流の中で写真の表現メディアとしての可能性に目覚め、絵筆とともにカメラで自分の世界を追求していくようになります。モノクロによるスタンプ写真は絶妙な構図と黒と白で織りなされる美しいプリント表現によって史上あふれる日常の物語を想起させます、というふうに書かれてあります。人生にはそれぞれの美を追求する価値がある、そのことを否定したくない。ソウルライターによる後の巨匠たちのポートレート。撮影活動を始めた頃、ソウルライターは身近なアーティストたちのポートレートを数多く残しています。これらの写真は彼が野心あふれる芸術家たちの輪の中にいたことを示す興味深い資料であるとともに、当時爆発的なエネルギーで新しい表現が日々生み出されていたニューヨークのアートシーンの息吹を感じさせます。有名人を撮ったからって良い写真になるとは限らない。ソウルライター。ソウルライターとファッション写真、アートディレクターのヘンリー・ウルフ率いるハーパース・バザーにおける1958年から1960年代のソウルライターのファッション写真を一堂に公開。商業性の求められるジャンルにおいても自らの美意識を存分に発揮し、斬新かつエレガントのソウルライターの写真から世界の中心地として黄金期を迎えた豊穣のアメリカ文化の方向を感じていただけます。
ソウルライター。ソウルライターは画家の目を持つ写真家でした。写真家として成功した後も日記を綴るように絵を描き続けました。絵画は想像であり写真は発見だと語っていた彼にとって、絵画制作は自らの生きる原動力でもありました。その作品には印象派や日本の浮世絵や、特にピエール、ボナール、エドワール、ピアールといったナビ派の影響が見られますが、特筆すべきはその色彩感覚です。カラースライドプロジェクション。生前のソウルライターがプリントの状態で確認したカラー作品はわずか200点余り。彼にとってカラー写真はアトリエ壁面に投影するなど光を通した状態で見るカラースライドでした。会場では厳選したカラースライドの複製を多数展示し、覗き込んで写真を楽しむというソウルライターの鑑賞方法を追体験します。大規模プロジェクションで体感するソウルライターの色彩の世界。本展の目玉として光絵ホールの大空間を利用し、10面の大型スクリーンに最新の作品群約250点を投影します。カラー写真をスライドショーで投影してみるという古くて新しい鑑賞方法で、ソウルライターの卓越した色彩の世界に誘い出し、迫力の展示によってカラー写真の魅力の新たな扉を開きます。ソウルはスライドの一枚一枚が写真としての価値を認められるべきだと信じていた。いかがだったでしょうか。とっても楽しかったです。私も知らなくて通りかかったんですけれども、とてもね、新しい視点を刺激をいただけて、インスパイアされて、またね、何か作っていこうという気持ちになりました。写真や、ね、動画を撮るのもね、作品ですよね。楽しいなというふうに感じました。ここはね、ちょっと下に降りたところにね、あったなんかアートのクリエイターの方たちの、アーティストの方たちの作品が飾ってありました。なんかね、面白いですよね。いろいろなものね、皆さんそれぞれ作られていて、ここはね、隣は書店になっていました。なんかね、押し入れの中みたいなところがあって、箱の押し入れでね、こもってね、本を読むような空間とかもあって、面白かったです。はい、あとはレストラン街を通って下に行って帰りましょうということでね、この絵も綺麗だなってね、中華屋さん美味しそうでした。はい、ということで、とても楽しいアートなカラフルな一日、残りの夏も素晴らしい輝く光り輝く日々になりますように。はい、ではまたお会いしましょう。 See you! Ciao!